え皆さんこんにちは伊藤塾講師の藤田です、えー、今回こちらですねはい、えー、重要事項スピードチェック講義ということで、えー、私の方からですねこの情報通信個人情報保護法ですね、まあ、この講義をまあ私がですね担当していくので、えー、その中身ですね少し皆さんにお伝えできればと思いますどうぞよろしくお願いいたしますはいそれではですね早速中身に入っていきましょう まずですね、ちょっと確認しておきたいのはこちらですね。えっと、問題数なんですね。というのは、この、まあ、一般知識等ですね。あの、今から、ああ、私が説明していく、この情報通信個人情報保護法というのは、もちろんこの一般知識等の中に含まれるものなんですけれども、こちらですね、まあ、14問全部で出題されるんですよね。で、そのうちの6問、ここがですね、あの、基準点となっているので、この6問を下回ってしまうと、 まあ仮にですねあの法令科目が満点であったとしても、まあ、本試験合格できないわけですねなのでこの6問を取るということがですねまずは一番大事なことというか気をつけていただきたいことなんですよねでその上でこちらですねそれぞれの内訳なんですけれどもこちらですね 政治、経済、社会と情報通信、個人情報保護法、あとまあ文章理解ですね、えっと、あるんですけれども、私が担当する情報通信、個人情報保護法についてはですね、大体毎年3から4問ですね、出題されるということです。で、この特徴ですね、この個人情報保護法の特徴なんですけれども、それがですね、こちら、最も対策がしやすいということですね。 まあ一般知識等の中で最も対策がしやすいのがこの情報通信、個人情報保護法なんですね。でなぜかというと、こちらですね。もう個人情報保護法なわけですよ。法律なんですね。なので、もう範囲が決まっているんですよね。 だから、その、法律で定められているところ以上のことをですね、あの知識として聞いてくることはあり得ないので、もうその範囲が決まっているということが、最も,っともう対策がしやすいというところの根拠なんですね。で、皆さんがですね、まあ、この講座をもし受講していただいて、えー、とやっていただきたいことというのはですね、こちらですね、この講義で扱った部分だけ触れるということですね。まあ、この丸というのは、それだけでいいんですよということですね。 やっぱりあの皆さん、これからですねどんどんその直前期とかにか差し掛かってくるとやっぱりやらなくちゃいけないことが増えてくるじゃないですかあれもやらなくちゃいけないこれもやらなくちゃいけないというふうにどん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 んやっぱりやらなくちゃいけないと、まあ、自分の中で課題,課題がですね増えてくると思うんですねで何よりですねやっぱり民法と行政法というその法令科目の2大挙党がありますよねでそこにどうしても時間を割かれてしまうわけですよ その中で確かにこの一般知識と基準点があるから不安だという気持ちは分かるんですけどかといってそこにかけられる時間というのは、まあ、実際はかなり限られていると思うんですよねでそういう時にあれもやらなきゃいけないこれもやらなきゃいけないとなってしまうと負担が増えてしまうのでもうこの講義で扱った部分だけ触れればいいんですよというところですねこういったところで、まあ、精神的な安定ですよね安心感を得ていただきたいなというのが、まあ、この講座の特徴なんですね なので、こちらですね。まあ、当日というのは試験本番ですけれども、試験本番ですね。当日の精神的余裕につながるということですね。もうこれだけとりあえず見ておけば、あの、最低限試験対策になるんだというところをですね、安心感として、あの、得ていただければと思います。それでですね、その講義なんですけれども、中身としてはですね、こちらですね。まあ、3時間だということです。ま、あの、1コマ1時間の講義が、ま、3コマ配信されるので、計3時間だということですね。 なので、こちらですね。まあ、比較的短時間なんですよね。ということで、負担が少ないということですで。位置づけとしてはですね、こちらですね、まあ、受講中の講座と並行することは可能ということなんですけれども、 この、まあ、今、皆さんですね、もちろんその、もう学習、始められていらっしゃると思うんですね。で、受講中の講座があると思うんですよ。で、そちらでも、もちろんこの情報通信で個人情報保護法というものを学んでいると思うんですけれども、まあ、そことですね、まあ、並行して行っていただく。で、並行して行うということの意味としては、もう復習として使ってもらうということをですね。 なのであの、まあ、皆さん、今、講義を受講してで、その後ご自身で復習の時間を設けていると思うんですけれども、その復習の時間でご自身で復習するところを、ですねこの個人情報保護法に関しては、この講座で置き換えていただくことは可能だということですね。だから、あの皆さんの今、あだんですね、学習している、その学習の負担にはならないというふうに、私は考えているんですね。 だからこの3時間というところをです、ね、この個人情報保護法の復習の時間としてこの講座を受講していただくとそういった位置づけでやっていただくのが良いいと思いますでこの活用方法なんですけど、まあ、今もです、ね、あのお伝えしましたけどまずはです、ね、この日々の学習の復習という位置づけですねだから、新たにこの講座で新しい知識を入れるという感じになってしまうとやっぱり手を広げることになってしまうじゃないですか。 で、この、まあ、これからですね、直前期に近づいてくる皆さんに、まあ、手を広げる、学習方法というのは、やっぱりおすすめではないわけですよ。なので、手を広げるのではなくって、今皆さんが学んでいること、それの、その知識の精度を上げていくイメージですね。そう、日々の学習の復習として、え、この情報通信、個人情報保護法ですね、使っていただければと思います。まあ、こちらもですね、あの、関連していることですけれども、短時間で重要論点のチェックができるということですね。 まあ3時間という限られた時間なので、その3時間という時間で,です、ね、まあ、試験対策として重要な部分に特化して皆さんにお伝えしていくので、その重要論点ですね、もう絶対にここだけ抑押さえなくちゃいけないというところをあの優先的にチェックできるというところが非常に魅力的だと思います。で、最後にですね、こちらですね、本試験前の高速回転のツールとしても活用していただけるわけですね。 というのは、あの、もちろんこの講座ですね。この講座は今受講していただいてももちろん効果は高いわけですけれども、ただ一番効果を発揮するのは、あ試験の直前期ですね。やっぱり試験直前期というのは、まあ先ほども少しお伝えしましたけど、あ自分の中でどんどん精神的余裕がなくなってくるわけですよ。あれもやらなくちゃいけない、これもやら,やらなくちゃいけないってなってくるときに、あの、 ある一つの分野を高速回転できるものがあればそれだけで精神的に安定につながるんですよねおそらくあの学習経験というかあの受験経験のある方であればです、ね、そこの部分あのすごく共感いただけるんじゃないのかなと思うんですよ、まあ、私もやっぱり受験生時代あの試験直前期になればなるほど焦ってしまってやっぱりどんどん手を広げようとしてしまうんですけれどもでも手を広げたり広げたで全部あの扱いきれないわけですよね消化不良になっちゃうわけですよ で、じゃあ絞ってやりたいんだけれども、どういうふうに絞ればいいかわからないというふうに当時、まあ私はですね、受験生時代感じていたので、まあそういうところですね、まあ私が受験生時代にまあ欲しかったものとして、まあこういった講座をご用意しているので、ぜひですね、ご検討いただければと思います。で、あまりですね、この抽象的な話がちょっと長くなってしまうと、イメージ湧きにくいと思うので、あの少しだけですね、あの実際の講義の中身ですね、皆さんにお届けしたいと思います。ということでちょっとこちらをご覧ください。 ま、このテキストですね、あの、実際に、あの、私が講義で使うテキストなんですけれども、えっ、ー、と、ま、セクション2で、個人情報、要配慮個人情報とありますよね。で、このちょっと定義規定を今から見ていきましょう。で、あの、この個人情報保護法においてはですね、この定義規定が非常に重要なんですね。もう本当に定義規定を分かっていれば瞬時に答えが導き出せる問題が、ああ、たくさん出題されているので、この定義を抑えるいうのはすごく大事なんですね。 で、ちょっとこの個人情報とはというところを読んでいくと、個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの、ということですね。ちょっとまあ括弧の後は細かいので飛ばします。で、私はですね、こういうふうにあの、二色で分けて色分けしていくんですね。この意味としては、特にこの定義規定に関してはですね、もうその定義、この名詞の方ですよね。その言葉の方、こっちと、あとその中身ですね、定義の中身。 ここを色分けすることによってですね、あの、視覚的にも、あの、情報が入ってきやすいというところで、ここは色分けしていきます。よろしいですかね。なので、個人情報の定義としては、生存する個人に関する情報なんですね。で、生存する個人に関する情報ということは、ここ、死者に関する情報というのは、もちろん生存していないですよね、死者というのは。なので、死者に関する情報は個人情報に当たらないわけですよ。 で、それとともに押さえていただきたいのはこちらですね。法人の情報ですね。法人というのは、もちろん個人ではないわけですよね。なので、個人情報の定義である、生存する個人に関する情報に当たらないわけですよ。ということで、この死者に関する情報と法人の情報というのは、個人情報に当たらないということですね。だからここ罰をつけているわけです。で、この知識を入れた上で、すぐさまですね、ちょっと問題を解いていきましょう。 よろしいですかね。読んでいくと、えー、次に掲げる情報のうち、原則として個人情報の保護に関する法律による規律の対象とならないものはどれかということです。もうこれはですね、今、もう皆さんですね、初見でこの講義を受けていたとしても、すぐさま瞬時に答えが導き出せるはずなんですね。わかりますかね。そう、これはですね、1ですよね。 1の死者の個人情報。これがですね、個人情報保護法の規律の対象とならないんですね。なぜかというと、ちょっと上、もう一度戻ってきますね。個人情報というのは、生存する個人に関する情報なわけですよね。ということは、死者に関する情報は個人情報に当たらないということ、を確認しましたよね。で、これ見ていくと、この足の位置は死者の個人情報なんですよね。だから、この問題はですね、1が正解だということになります。 よろしいですかね、まあ、こんな風にですね実際の講義進めていくので、まあ、知識を入れたらすぐさま問題演習してアウトプットしていくということで知識の定着を図っていくということですねなので、まあ、本試験直前期のです、ね、あの高速回転のツールとしても活用していただけるのでぜひです、ね、この講座検討していただければと思いますはいそれではですね今回の動画は終わりますご視聴いただきありがとうございました